何日かちゃんと大丈夫なのだ。ちゃんとつなげたのだ。お前たちのよし。それでは拡張現実プログラムの起動準備は整った。ボイスコマンド？めんどくさ。ボイスコマンドこそ男のローマン。それが私女子だし言うのは面白いと思う。ではこの中の誰かにプログラム起動我が輩にやらせてくれ。ならばいるか任せたぞ。了解じゃい。シャーッジザウおいおい、それじゃさすがに無理だろう。わあ、なんかす我が輩たちは今、電子の海にこぎ出そうとしているのか。まあ、ちょっとドキドキはするけど。拡張現実っていうにも退屈だぞ。分かっている。この新世界ゴーグル、そしてすごいよ。これは伝説の地下ダンジョンモグラルスの。さすがにすごい。研究所の中がダンジョンなのだ。本当にすごいのはこれからだよ。そろそろさあ諸君、セクシーでエロエロなモンスター世界そんなことは聞かずもがなだ。全てはレイジ君、君の意見。そりゃあもうどちらが。いやね、変態菌がここまで増殖していたなんて。ユーノやタチアナだって見るのよ。エロエロなモンスターなんてありえない。仕方ないな。とでも俺が言うと思ったか。デモンストレーションでは。あれで？オワリさん、これって昼間の実験の時と同じ。あ、ワールドプログラムの暴走だ。くっ。ちょっと真っ暗になっちゃったじゃない。またプログラムの強制終了か。しかも、ほう、我が輩たちは暗黒世界ダークネスダークに誘われてしまったか。イルカさん、こんな時。このまま蒸し暑いゴーグルをかぶってても何も見えないって。どうしてまたプログラムの暴走が起こる。ちゃんと検証して
バグ。おい、タニチか？少しプログラムを見てくれないか？おい、タニチか？くそ。タチアナのことだから寝落ちでも仕方ないな。ワールドプログラムと新世界ゴーグルがこんな状態ではもはやデモンストレーションは不可能だしな。それにしてもおかしいぞ。私たちの意見も聞かず堂々とセクハラしようとしたから。きっとそうね。これに懲りたら次は普通。でもユーノはセクシーでエロ。ユーノ、ただひたすらに求める。さすればいつか。そんなに見たいかね。見せんでいい。っていうか見せるな。ほう、ピザがなくなっている。この中に消失の能力。いや、普通に食べちゃっただけですから。ああ、レイジー、冷蔵庫からビール持ってきてくんない？会議。この喉越しがたまんないのよね。さあ、よくわかんないですけど、それ、うん、そうだけど、でもさっきコンビニで売り切れてたから違うの。はいはい、みんな好きなシロップを言ってね。ユーノのおすすめは、なるほど。それじゃあ、お先。Thank you.
僕、相当疲れ。きっと何かの間違いだ。そうに決まってる。嘘だ、嘘だ。なんだこれ！